はい、皆さんどうもこんにちは、ワケメックでございます。ただいまですね、時刻の方が23時53分というね、とてつもなく遅い時間なんですけども、終電もギリギリなんじゃないかっていうくらいの、こんな時間になってしまったんですけれども、本日ね、仕事があったためにね、この時間からの就航となります。ただいま鶴見区内を歩いています。これからちょっと今人が通ったんでね、喋りませんでしたけれども、これからですね、大宮方面に向かいまして、本日都心で夜を過ごしたいと思います。というのもですね、明日朝早く高崎駅に到着しないといけないので、僕朝とても苦手なんですよね。はい、そのためにね、前日の夜から前泊をしてですね、高崎駅に向かいたいと思います。そしてですね、なんとあとね5分もしないうちにですね、終電車が行ってしまうんですけれども、これがですね、京浜東北線の上野行きなんですが、これを逃してしまうと、今日撮っている宿に泊まることができません。はい、かなりギリギリなんですよね。はい、それでもね、なんとか間に合うように乗っていきたいと思います。はい、ということでですね、なんとか走って鶴見駅に着きました。ギリギリの時間ですね。ここから480円とかの切符を買っていきます。はい、鶴見線はもうすでに運転終了しましたと、表示が出ております。残るは京浜東北線の電車のみ。はい、改札内に入ってまいりました。これ改札の中にまたさらに改札があるんですよね。こちらは3、4番線鶴見線が出発するホームとなっています。この改札の奥には寝泊まりしている205系電車がいますね。こちらが鶴見線の車両です。カラーリング可愛いですよね。鶴見区の工場街方面へと進んでいく電車です。はい、ホームへ降りてきました。こちら鶴見駅のホームなんですが、なぜか駅名表のね、電気が消えてますね。そして京浜東北線南港のホームです。そこから奥に東海道線 JR 貨物線が通っています。今ちょうど貨物線の上を、これ桃太郎ですね。
はい、午前1時を回りました。はい、上野駅に到着をいたしました。ここからですね、私近くにホテルを取ってありますので、ここで仮眠を取りたいと思います。そしてですね、明日朝一からですね、動画のタイトルにもあって、もう皆さんねご存知かと思うんですけれども、本題の方に入っていきたいと思います。それでは皆様おやすみなさい。夜が明けまして、現在時刻は4時58分。気温は22度とね、周りのビルが時刻と温度を指してくれてますが、今私はですね、ちょうど昨日の夜撮影した場所と同じ位置に来ております。上野駅の、高架橋の上でございます。本来ですね、もう1時間ぐらい遅く出てもね、集合時間には間に合ったんですけれども、残念ながらね、宿のベッドが合わずに睡眠取れなくて、全然眠りにつけなかったんですね。なので早く出ることにしました。ここから高崎線鈍行列車で高崎まで目指したいと思います。それでは本日の動画はこれでスタートいたします。よろしくお願いいたします。はい、ただいまですね、時刻がちょうど5時になりました。高崎線の始発電車まであと約13分というところなんですけれども、ここでですね、朝食をね買いに行きたいと思います。はい、電車乗り込んでからね、購入するっていうのは難しいですので、まあ、新幹線でしたらね、車内販売とかもあるんでしょうから、まあ、今はコロナの時期でねあるかも分かりませんけれども、まあね、いいんでしょうけど、普通電車で行くのでちょっとね、コンビニに寄ってからね改札に入りたいと思うんですが、コンビニがないな。どこにあったかな。現在時刻は59分です。10分発の宇都宮線が今着きました。で、僕が乗るのは高崎線の電車なんですが、14編成みたいな、クリニシャの位置がね前すぎるんですけど、クリニシャの情報をしっかり記録しようというクリニシャの方に入ってます。はい、というわけで高崎駅に到着したわけなんですけれども、この高崎駅というのですね、まあ、地方の、まあ、駅にはなるんですけれども、結構ね巨大なターミナル駅で、この駅からですね5方向の路線が分かれているということなんですよね。はい、高崎線、信越本線、そして上越線、吾妻線、両毛線、
はい、この5路線から列車が行き交っているということなんですよね。はい、もうこれだけでもかなり、路線数も多くて巨大な駅っていう感じなんですけども、さらに新幹線や私鉄の上新線なども通っている駅です。とても大きな駅なんですね。はい、そのためにさっきから発車ベルが鳴り止んでないんですよね。いやー、もうすごいですね。そしてですね、今日乗る列車は、鎌倉駅に向かう185系特急型電車なんですけれども、僕今日神奈川県から来てるんですよね。まあ昨日の夜、まあ、前日から、向かってはいるんですけれども、はい、神奈川県から来てるのにまた神奈川県に戻るのかという感じなんですけれども、はい、これで実はですね、本日高崎と神奈川県を、2往復するんですよね。はい、ということで1往復目、高崎駅から鎌倉に、神奈川県方面に戻っていきたいと思います。はい、ということで普通に高崎から鎌倉まで行くとするとですね、だいたい乗り換えが発生するんですよ。新幹線で東京まで行って、そこから、まあ、横須賀線かもしくは東海道線に乗り換えて、大船でもう一度乗り換えなんてね、まあ、そんなちょっと複雑なルートになるんですけれども、今回はなんと、まあ、団体ツアーということでね、はい、臨時列車に乗ることができますので、高崎から鎌倉まで一本で行けます。はい、ということでですね、早速、改札の方に入っていきたいと思います。改札内に入ってまいりました。こちら高崎駅の、5、6番線だったかな、ちょっとホームの番線まで忘れちゃったんですけど、はい、駅名表がちょっと豪華になってるんですね。これ高崎駅、実はですね、この駅には SL、水上号というのが、ね、入ってくるんですね。そのため SL の、まあ、イメージというかですね、そういった形の駅名表になっております。はい、で車両もね、なんかどこか懐かしい感じのね、こう211系がたくさん並んでたりとかね、はい、一昔前の上野駅を彷彿させるような、そんな列車ばかりが止まっています。そしてですね、この後、すぐにやってまいりました185系電車、はい、つい先日ですね、今年の3月に踊り子号から引退したばかりの185系電車が入線してきます。はい、もうこれだけでもね、興奮するということなんですけれども、いやー、このフォルムいいですね。はい、国鉄時代から変わりないエンブレムを掲げて、今もまだ現役でございます。はい、定期運用からはね、すでに引退していて、踊り子号なんかはね、定期列車に着くことはないんですけれども、今現在も臨時列車として、まだまだ活躍中の185系列車でございます。もともとこの185系電車というのはですね、かつて東海道線で走っていた165系などの急行型電車を置き換えるために登場したもので、特急とか急行とかそういったもののね、古くなった列車を置き換えるために登場したものです。たまにね、湘南ライナーとか、こうなんですかね、普通電車にも使われていたものでございまして、非常に汎用性の高いということでね、JR に引き継ぎになってからも、愛された車両でございます。今回はそんな現役を引退した185系電車が臨時列車で走るということで、ツアーですがお邪魔させていただくことにいたしました。もうね、この運転席のドアが開いているのもね、もう大興奮ですよ。
をご利用くださいましてありがとうございます。この列車は新特急赤城2号ならびに新特急谷川2号の上野行きです。まずはじめに列車の編成をご案内いたします。車は14両つないでおります。前から1号車2号車の順で一番後ろが14号車です。1号車から7号車が新特急赤城号、8号車から14号車が新特急谷川2号です。グリーン車は6号車と13号車です。指定席は7号車と14号車、その他の車は自由席です。タバコの吸えます車両は3号車、5号車、10号車、12号車です。その他の車は禁煙車です。なお、7号車と8号車の間は運転台がありますため、車内の通り抜けができません。あらかじめご了承ください。これから先、止まります駅と到着時刻をご案内いたします。次は新町です。8時14分。本庄8時21分。深谷8時28分。熊谷8時36分。桶川8時52分。上尾8時57分。大宮9時4分。浦和9時9分。赤羽9時16分。終点上野9時27分です。終点上野には9時27分に到着いたします。お客様にお願いいたします。各車両の洗面所付近にはくず物入れを用意しております。きれいな車内でご旅行ができますようお客様のご協力をお願いいたします。ご案内をいたしますのは私鈴木優斗です。よろしくお願いいたします。ご乗車ありがとうございます。新特急赤城2号並びに新特急谷川2号上野行きです。次は新町です。Thank you.
お客様、ご乗車ありがとうございました。まもなく大宮に到着いたします。お出口は、さあ、6番線に到着いたします。大宮からの乗り換え列車をご案内します。
4分。その後、普通列車宇都宮行きは9時49分です。川越線川越行きは9時56分。埼京線各駅停車新宿行きは9時48分。その後、快速恵比寿行きは9時56分です。京浜東北線与野蕨方面は1番線、2番線。普通列車上野行きは9時43分です。降りの際は、お忘れ物、落とし物をなさいませんよう十分ご注意ください。本日は、万座片原口からの新特急草津2号をご利用くださいまして、誠にありがとうございました。まもなく大宮に行きます。
乗り換え列車をご案内いたします。京浜東北線田端王子方面は1番線、東京川崎横浜方面は4番線です。山手線内回り田端池袋方面は2番線、山手線外回り東京品川方面は3番線です。常磐線特別急行日立105号勝田行きは17番線から10時30分、普通列車水戸行きは高いホーム10番線から10時17分、その後普通列車の水戸行きは同じく10番線から10時34分の連絡です。A 段銀座線日比谷線は改札を出ましての乗り換えです。お降りの際は落とし物お忘れ物なさいませんよう十分ご注意ください。ご案内をいたしましたのは私鈴木優斗でした。本日は万座風間口からの新特急草津2号をご利用くださいまして誠にありがとうございました。またのご利用をお待ちしております。ニュースが入りました。皆様にお届けします。なんと右側に E257 系、そしてさらにその向こうに E657 系が
並ぶそうです。これはとんでもないシーンですから、ぜひ撮影される方右側ご注目ください。
後で間違えてしまうと大変なことになります。本当にご注意ください。どこで買ったらよいかということですけれども、緑色の乗車口で10両の湘南新宿ラインの電車が止まるところがありますので、ぜひそのあたりを目安にしていただいて8号車、9号車、10号車のところでお待ちください。皆様ご協力をどうかよろしくお願いいたします。ご協力くださいましてありがとうございました。皆さんのおかげで本当に鎌倉に着けそうです。最後の放送はまたこれからしますので、ぜひ楽しみにしてください。ご視聴ありがとうございます。次は終点の鎌倉です。はい、ということでですね、往路いかがでしたでしょうか。とんでもないルートを通りましたね。予想外でしたね。品川で転線してまさか横須賀線に入るって、大船で転線すると僕は思ってたんですけどね、まさかのところで転線をしてからの横浜駅通過というね、ちょっと面白いイベントがありましたが、僕はね、正直袋の方が面白いと思ってるんですよ。なぜかというとですね、時間がね、約4時間あるんですよ。往路が3時間なのに対して4時間あるんで、これはもしや武蔵野線経由になるんじゃないかなと、まあ、ちょっと期待をしているんですけれどもね。はい、ということで、クラブツーリズムさんの往路近い時間に、はい、ということで、クラブツーリズムさんもね、団体臨時列車に乗ってみたということでね、袋編は次回お届けいたします。それではご視聴ありがとうございました。